1987年に設置された。大学の略称は、時短本校では、旧来の愛知技術短期大学を含めて説明する。愛知工科大学自動車短期大学は、愛知県蒲郡市内にある私立短期大学。学校法人電波学園により、1987年に、愛知技術短期大学として設置された。 当初は二つの学科が設置されていたが、うち一学科は愛知工科大学に改組されたため、自動車工業系の単科単大になっている。愛知工科大学自動車短期大学は、現在、自動車整備士の養成に力を入れている。工学部と共同で、ものづくりプロジェクトを行っている。愛知工科大学自動車短期大学は、現在、 県内唯一の自動車工業系の学科を持つ短大となっている。自動車工業系の学科を持つ短大では事実上、日本で最も新しい。学科過去にあった学科電子工学科、現在は愛知工科大学工学部電子情報工学科になっている。取得資格について二級自動車整備士受験資格が自動車工業学科にて取得できる。さらに、 併設されている大学工学部3年次編入で自動車整備士の最高峰とされる一級自動車整備士を目指すことも可能である愛知工科大学自動車短期大学の学園祭はアウト祭と呼ばれ毎年10月に大学と合同で行われる姉妹交代高級技大会に参加している大学関係者現在は愛知工科大学と共同使用となっている 愛知工科大学自動車短期大学には、名県領と呼ばれる学生領と、ガマ学生会館と呼ばれる学生領が、愛知技術短期大学の自分から存在している。アメリカ愛知技術短期大学だった自分、愛知技術短期大学情報専門学校という、名称の専門学校を用していた。ありがとうございます。